ガイムだ。これは光るでしょ、これは光るでしょ、これはもう、はい、ということで、どうもしめじでございます。なんかおかしいな。はい、どうもしめじです。仮面ライダーシティウォーズやっていきたいと思います。前回ですね、10連ガシャを引いて大爆死でございましたけれども、私石が250個残っておりますので、引き続きこちら、これですね、シティウォーズフェッシュ、フェッシュ全然喋れてないですけども、シティウォーズフェッスですね、1回限定無料プラス、10連こちらを引いて、トリニティを当てていきたいと思っておりますね。はい。ね、初っ端、令和初っ端からね、大爆死してるんで、全く説得力がありませんけれども、こちらを引いていく動画となっております。ご了承ください。はい。それでは、早速ですけれども、1回限定無料ガシャ、こちらの方から引いていきたいと思います。どうぞ。さあ、よし、行くぞ。ゲイツ、ウォーズ、トリニティタイムブレイクですね。まあ、ジオー確かにもう強いんですよね。いっぱい。まあ、現行ライダーということもあってね、いろいろカードがもらえているので、まあ、確かに強いんですけれども、やはりトリニティが欲しいところですよね。そして、ガイムですよね。これ、山本さん当ててたんだっけな。俺はお前を守るためなら、なぎなた無双スライサー。いいけどね。ガイムも俺 BC 極み持ってるんですよ。ただ、あまり育てられてないという現状なので、なぎなた無双スライサーでも全然構いません。はい。ということで、まず早速無料の方でね、一回ガシャっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。さあ、いきますよ。ここ!こい!お!あ、ガイムだ!やった!あ、これ来たね。これは確実に来ましたね。はい。これは確実に、あれ?虹?そっちじゃないよ。そっちじゃないんだよ。オレンジチャージ、なぎなた無双スライサー、星4必殺技、ありがとうございます。重ねます。はい。といったわけで、無料のね、一連はね、終わりましたけれども。まあまあ、必殺技が来てくれたんで、爆死ではありませんよ。はい。それでは、シティウォーズフェス、こちらの方ですね。がっつり引いていきたいと思います。一応提供割合見ようぜ。はい、よし、行くぞ。ゲイツウォーズ、トリニティタイムブレイクが 1.5% ですね。シンもいるんだね。シンがいるのか。この間、シンで光ったけれども。いいですね。他の、BC もちゃんと 0.038% というとても高いね、確率で入ってくれております。はい、それでは、引いていきたいと思います。行きましょう。シティウォーズフェス10連。よろしくお願いします。所持上限。はい、帰ってきました。カードを整理して、はい。まあ、カードの上限前ね、500枚から1000枚に上がったんですけど、またちょっと上げてほしい気もしますね。うん。他のゲームとかだと、まあ、石使って上限ちょっとね、10枚とか5枚とか増やしてみたいなのあるんですけど、シティウォーズは今のところそういうのないんで、まあ、運営様からね、上限増やしてくれるの待ちなんですけれども、まあ、なんかの時にあげようかな、次のグレートサクセスであげようかなとか思って、こう、効果カード貯めてたりするとすぐにパンパンになっちゃうんでね、よろしくお願いします!はい、というわけで、何でしたっけ?はい、250個使って、フェス、引いていきたいと思います。10連!いきます!よろしくお願いします!ここ!違う!ここのタイミング間違えましたけども、さあ行きたいと思います。よろしくお願いします!せーの!ここ!ガイムだ!これは光るでしょ?これは光るでしょ?これはもう来るでしょ?はい、来たー!はい、来たー!よろしくお願いします!何枚目?はい、8枚目。はい、はい、ありがとうございます。お、ジオだ。お V3! 2連必殺 V3! 切りもみ反転キック必殺技星4ありがとうございます。そして、はい、ダーク牙来た。はい。はい、ここ!うわ、2枚目だ!うわ、なぎなたスライサーの気分でいましたよ、私。完全に。後悔なんてしてる暇はない。ひらわ大々無双斬。おお、極み2枚目来ました。やったーぜ。はい。そして、クローザー。どうよ、俺の必殺剣メガスラッシュ技。ありがとうございます。最後、ゼクロス。メカニック忍者の必殺技が一つ。ゼクロスキック必殺技。ありがとうございます。はい、得点は星 4!X! ありがとうございます。これ必殺技かな?はい。素晴らしい!まさかの、極み2枚目でした、私。
やばい、これ極み、ああそうか、外務も使えってことか、わかりました。いやでも、うん、そうだね、使うか。はい、というわけで、全く特攻は当たりませんでしたが、外務の BC が来てくれたので、ちょっとだけね、育てまして、開催されているランキングイベントの方に遊びに来ております。外務久々に使うけれども、まあプライムローグも、クローズエボルもトリニティも全く来ませんでしたけれども、あれなんだろうこれ、久々に使うとこのなぎなたスライサーって結構もしかして癖ある？こうでしょ？後ろガラキだなあ、らららららあら、きついわこれ。これね、中級なんですよ。で、一応総合力的にはいろいろ装備して、ただベストマッチがね少なかったんで結構きついとこですね。でまあ施設も入れて2万ちょっとなんですよ。結構厳しいでしょ。極みいきます。これもこれ大丈夫、これはいい感じ、どうどうなんだろうなこれ。いいのかな、いけてる。そうか、なんか外務なんかね使いにくいところ癖あるんだよな。いやかっこいいんだけどね、どう考えてもかっこいいんだけど、ちょっと TRK 打っとこう。でこれで外務の、極みについてくる TRK で2枚になったんだよな。外務が2枚 TRK 所持してるところもちょっともったいない感じもするんだよな。分けれたらいいんだけどな、他の人に装備させちゃう。今までは他の人にこの外務のね極みの TRK のカードを装備させていたんですけども、 A ラッシュ入れてよいしょ。難しいとこだね。もうちょっと育ててみようかな、ゆっくり。まあグレートサクセスも来ておりますのでね、この木にまあできるだけ育てていきたいと思います。そしてですね、いつもジオウの、放送の日にはね夜感想会をしているんですけれども、次のジオウなんだっけ、わからなくなっちゃった、終わっちゃった、あやばい。ごめん、信彦。ずーっと歩かしてもらって。これ撮ってんのが金曜日なんですよね。うん。で、次の放送なんで、この動画がいつ出るかわかんないですけども、まあ、今回のジオウの、響きの後編のね、放送回の感想回は、ちょっとお休みさせていただいて、翌日の月曜日の夜に、やる予定でございます。はい。もうぐっちゃぐちゃになりましたね、最後ね。というわけで、ちょっと日曜日は、お出かけしておりますので、ライブ配信はないんですけれども、また月曜日にね、皆さんと楽しく、ライブできたらなと思っております。はい、ではこんな感じで、爆死じゃないけどなんかなーっていう動画でした。ご視聴ありがとうございました。しめじでした。バイバイ。